アウレリアヌス城壁は271年から275年ローマ皇帝アウレリアヌスとプロブスの地世の間にイタリアのローマに建設された都市の城壁であるローマの79に加えてカンプス・マルティウスやテベレ川の右岸であるトラス・テベレ地区を囲んでいるしかしカンプス・マルティウスのテベレ川の河岸には何の防備もされていなかった全周メートルで 13.7平方キロメートルの領域を取り囲んでいる。壁は、ローマンコンクリートをレンガで覆う形で作られており、厚さは3.5メートル、高さは8メートルで、100ローマンフィートごとに塔がある。5世紀には高さを倍増させ16メートルにする、改修が行われた。期限500年には38、383の塔、7 2 0個の、狭間橋壁の凹凸。 18のダイモン、5つの通用口、116の公衆便所、2066の大きな窓があった。メトロニア門付近の保証通路3世紀までにローマは古いセルウィウスの城壁で囲まれた領域よりも市街地が広がっていた。セルウィウスの城壁は共和制ローマ時代の紀元前4世紀末頃に建設された城壁である。ローマは その後拡大し続け、数世紀にわたって事実上無防備だった。三世紀の危機の時代、北方から移民族が侵入してくるようになり、ローマ軍がそれを防いでいたが、より防御が必要となってきた。270年、アラマンニ族とバンダル族が、北、イタリアを侵略し、ローマ軍は、プラケンティアで大敗を喫した。その後271年の夏には、 ローマで労働者の反乱が起きた。その戦いの中で数千人が命を落とした。アウレリアヌスが城壁の建設を急いだのは、この270年に始まった異民族の侵略への対策のためである。歴史家セクストゥス、アウレリウス・ウィクトルは、これをローマの脆弱性を多少なりとも解決するためのものだったと明記している。それはまた、アウレリアヌスが 皇帝として、権力を握ることに対して、市民がそれを支持し続けることを、アウレリアヌスが信じているという政治的合図でもあった。城壁建設は、当時のローマでは、最大の建設事業であり、ローマ帝国の強大さが続くことを示していた。城壁は5年という驚異的な短期間で完成したが、アウレリアヌスは、その完成前に亡くなった。 工事を短縮し資金を節約するため、既存の建築物を城壁に組み込んだ。例えば、カストレンセ円形闘技場、カストラ、プラエトリア、ガイウスケスティウスのピラミッドなどがあり、マッジョーレモン付近のローマ水道である、クラウディア水道の一部も、城壁の一部とされた。前週の最大6分の1で、既存の建築物を城壁の一部としたと見られている。 城壁のすぐ内側は整地され、非常時に兵を迅速に配置できる、要保障通路が建設された。ローマの守備隊は、城壁の規模に対して人数が少なく、この城壁が実際役に立ったかどうかは疑わしい。プラエトリアにコホーツ・アーバニー、ビジーレーズというローマにいる軍勢を、全部合わせても2万5千人であり、城壁の全周の防備には明らかに人数が足りない。 しかし、この城壁は、長期の行為戦を意図したものではない。移民族の軍勢は、食料供給が十分ではないため、都市を取り囲むような戦法を取らなかった。むしろ、防御が弱いところを狙って、電撃的な攻撃を加えることが多かった。城壁は、そのような戦法への対策だった。マクセンティウスは、城壁の一部の高さを倍増させ、 監視塔も改良した。401年、ホノリウスの時代にも、城壁と門を改修している。この時、テベレ川対岸にあった、サンタンジェロ城も防御用の要塞として城壁に、組み込まれた。545年、東ゴート王国のトーティーラ王は城壁を破壊し、ゴート戦争で、東ローマ帝国がローマを防御する。 可能性を潰そうとした。プロコピオスによれば、この時城壁の3分の1が破壊されたという。アウレリアヌス城壁はその後もローマ最大の軍事的防御として使われ続け、歴代ローマ教皇により補修が続けられていたが、1870年9月20日、イタリア王国のベルサリエリが、ピアモンの近くの城壁を破壊して、ローマを奪還した。また、 19世紀まではこの城壁が、ローマ市の境界線とされていた。アウレリアヌス城壁は19世紀まで実際に、使われていたため、現在も、かなりの部分が保存されている。サンセバスティアーノ門の近くには、ムゼオデッダ・ムーラという博物館があり、城壁についての様々な展示をしている。アジナリーア門アウレリアヌス城壁にある門を、北から時計回りに列挙する。 トラステベレ地区の門、ありがとうございます。